ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3連戦を振り返るの時間がやってきました。そうだね。交流戦も佳境ですが。世も深いけどね。そうそう、世も深いし、交流戦も深いね。深いね。はいはい。ね。ということで。もう本当に佳境に上がってきたし、うん、ねえ、ね、もうなんかね、まあ、面白い試合たくさんありますけれども、まあ、そうだな、はい、はいはい、まあ早速いくか。そうしますか、交流戦ね。今看板やちいちゃん、はい、ね、はい、よろしくね。はい、よろしくお願いします、はい、では結果こうなりました。はいはい、こうなりました。今回は、うん、パリーグがホームということでしたので、はい、DH があるっていうところで、うん、はい、結果はこのようになりました、はいはい、楽天対ジャイアンツは楽天の3連勝、はいはい、ソフトバンクとヤクルトはソフトバンクの2勝1敗の勝ち越し、はい、日本ハムと中日は日本ハムの2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックスと阪神はオリックスの2勝1敗の勝ち越し、ロッテ DeNA は DeNA が3連勝、西武広島は広島が2勝1敗の勝ち越しということになりました、はい、まあもう優勝目前だからね。もうね、いや本当にね、次のカードで、はい、どこが、まあ、楽天が勝って、うん、ソフトバンクが負けると、まあ、決まっちゃうのかな、もうな。引き分けとかあるんですか。まあ引き分けはどうかちょっとまだ分からないけど、ね、そうですね。で、まあそれぐらいで、ね、もう優勝間近。まあそうだね。逆に言うと、まあそこの部分でどうなるかっていうのがまだちょっと。そうだよ。巨人もチャンスあったんだけど ね、もうこの3連敗で。なので、そうですね、はい、今のところは1位、2位、3位が楽天、ソフトバンク、オリックスというような状況ですかね。はい、はいはい、それでは、楽天対巨人、はい、ね、楽天、ポンセ、内、藤井で、巨人の方は山崎、堀田、井上ということでね、はい、まあ、始まりましたけども、うん、まあ、1戦目7対6で楽天ね、これはね、まあ追っていくと、うん、2回岸田のツーランホームラン、はい、ね、続いて、プロ入り初ホームラン伊豆口、はい、で見事なホームランでね、うん、2人とも 3点を先制するんだけども、ね、で、まあ、ジャイアンツの方からいくと、うん、まあ、4回に丸のスリーランが出て、はい、まあ、ほぼ勝負が決まったかなというような感じがしたんだけどもね。そうですね、まあ、ただその3回楽天、うん、村林鈴木の犠牲フライなので、うん、まあ、2点を返す。試合がおかしくなったのは8回、ね、西舘が出てきて、はい、浅村にツーランホームランを打たれるんだよね、うんうん、で、まあ、投げた球はまっすぐだったんだけども、まあ、ど真ん中に入ってという、まあ浅村も状態悪いけども、まあ、あのぐらいの甘いボールを打つぜみたいな、まあ、そんな感じでちょっとね様子が変わってきたんだよね、ここら辺から試合の。これはゲームの流れというようなことですか。流れがね、はい、はい、でこの時点では、6対4というところですよね。そうなんだよね、まあ、8回終わって、そう、はい、で2点リードで、はい、9回を迎えるんだけども、はい、まあ、9回バルドナードで、うん、まあ、逆転をされるという、はい、うん、さよならでね。そうだね、うん、まあ、王がさよならヒットを決めるんだけども、はい、まあ、巨人の方から言うと、うん、まあ、8回9回で5失点、はい、で6四球、はい、まあ、ここら辺がちょっと巨人が逆転された原因の一つだけども、うん、でもこれは楽天のバッターもすごい大したもんだなと思ったのが、うん、まあ、鈴木がヒット、鈴木大地ね、はい、から始まった9回スリーボールワンストライク、うん、で次のボールをまっすぐ見え見えなんで、もう変化球が入らない状態だったんで、バルドナードが、うん、これ打ちに行くかなと思ったら打ちに行かないんだよね、うん、でフルカウントにわざわざしといて、そこから粘ってヒットで出ていったんだよ。でフランコがライトフライでワンアウトで、浅村渡辺が連続フォアボールということでね、まあ、満塁にするんだけども、はい、で阿部に対して押し出し、これ代打ですね、代打ね、阿部、はい、に対してでね、変えるとしたらこのタイミングでしかなかったと思うんだけども、代打の前でってことですか。そう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 、はい、で左ピッチャー左バッターが多いんで、うん、バルドナードで押し切ろうと思うのも分かるけど、うん、もうそういう状態でもなかったし、この9回裏のバルドナード投手の様子がですね、そうそう、でね、うん、大江が残ってたんだよ左ピッチャーで、はい、で大江も状態あんまり良くないんだよね、うんうん、だからまあ変えるとバルドナードもダメ、変えたピッチャーもダメになると思って、もうバルドナードにもうかけるしかなかったんだよね、うん、そしたら小深田が
まあ、ちょっとボール球を珍しく振って、はい、まあ、三振、はい、あ、これで終わったかなと思ったら、その前の阿部選手は押し出しだったんですよね。そうそうそう、で1点差に詰め寄っての2アウトになったと、はい、で小深田が、まあ、三振で2アウト、はい、満塁になった、うん、で王郷、はい、ね、まあ、見事にサヨナラを打つわけだけども、うん、やっぱね、楽天のその今江監督がこれ、うん、打て待てを出してるのかどうかわからないけども、はい、スリーワンとか、うん、バッティングチャンス、バッティングカウントで打ちに行かなかったんだよね。おでね、うん、待つんだよ、はい、そしたらやっぱね、もう待ってもね、変化球でストライク取れないから状況的には一緒なんだよね、うん、だから打ってくれた方がピッチャーは楽だったと思うんだけど、うん、楽をさせないんだよ。でこうやって追い詰めていって最後王郷がサヨナラヒットという、まあ、見事なね、このやり方だったなっていうふうに思ったんだよね。なるほど、はい、またこういう勝ち方で楽天は乗ってきますかね。まあそれは乗るよ ね、 ね、うん、で巨人はしまったと思うしね。そうですよね。で2試合目、はい、5対4楽天また1点差、まあ、うん、ここも1点差なんだけども、うん、まあ初回楽天の攻撃7本の長短打で一気に5点を取るんだよね。すごかったですよね。まあ最初のタイムリーが辰巳のスリーベース、うん、で鈴木がすぐタイムリー、うん、渡辺が、続いて、うん、フランコが初球をスリーラン、はい、まあ、鈴木、渡辺、フランコ、うん、全部初球なんだよ、はい、ね、うん、これに隠されてることっていうのは、はい、昨日の8回、うん、9回で6四球、うん、ね、フォアボールで結局フォアボールのランナーが出てってやられたということからやっぱね、ミーティングでもあったと思うんだよ、はい、とにかく向かっていけと、巨人の方が、ね、立ち上がりから、はい、それをことごとく裏手に 取られてやられたというね。ちょっと一つ上を行かれた感じでしょうか、うん、いやー、これだけ初球振ってくるのに、うん、みんなが初球振ってきたんだよ、はい、振って、だけども初球からストライクを取ろうとする若いバッテリーね、堀田と岸田、はい、で、まあ、フランコ一塁が空いてて一球目様子を見て何を待ってるかなって探りを入れるかなと思ったら、うん、まともにインサイド、うん、でインサイドのボールを多分要求はしてたと思うんだけどそこまでの技術がまだなかったよね、うん、うん、だからまあ初回にね、まあ、一気に5点を取る、うん、また初回っていうのでね、こういう風にやろうってこの試合はみたいなところの始まってすぐっていうのもなかなか対応が難しいですかね。それを変えくじかれたな、うん、だから慌てたと思う、変更が効かなかったと思う、うんうん、はい、だからまあ昨日のその前日の、うん、まあ、8回9回に5点を取られた、うん、その引き金になったのがフォアボールということで、うん、やっぱ向かっていったんだけども、ああ、ダメだったね。じゃあこの初回の5点は前の試合からつながってるということですかね。そうそうそう、うんうん、まあでも、まあ、3回には丸、はい、まあ、4回には岡本のタイムリーで追い上げていくんだよね、うん、で9回則本から、はい、まあ、ツーアウトからね、うん、秋広代打岸田がつないで、まあ、伊豆口がタイムリーツーベースで2点を返して、はい、まあ、あと1点差まで追い詰めるんだけども、はい、結局ダメだったということで、うん、5対4、はい、ね、また負けたということで、ねえ、うん、なんかこう展開は違いますけど1点差でね、まあまあそうだね、はい、はい、で3試合目が、はい、まあ、3対0、うん、楽天勝利ということで、うん、まあ藤井、はい、が4勝1敗、はい、ね、楽天のね、はい、藤井投手、はい、まあ、5回77球無失点、はい、うん、まあ、だけどね、藤井の替え時っていうのが非常に難しいと思うんだけども、はい、うん、まあ、大体2回りで終わらしてるね。なるほど今井監督が、はい、だから3回りまで行く力はないっていうふうに思ってるんじゃないの。うん、まあ、だけどやっぱ制球よくさ、やっぱこう打ち取っていくよね、はい、うん、で負けた巨人は6連敗、
はい、ね、うん、まあこの負けた要因となったのは、まあ、7回裏の、まあ、出口が、村林のフライを落とすというね、うん、ワンアウト1、2塁から落としたばっかりに、うん、ワンアウト満塁になっちゃったんだよね、うんうん、まあ、それで、まあ、辰巳のタイムリー、はい、まあ、大江が、まあ、押し出しのフォアボールという ね、 ね、渡辺に ね、 あのこの辰巳選手のところでピッチャーが交代してるんですよ ね、 そうなんだよね、まあ、左だからね、まあ、変えたんだけども、うん、大江投手にね、はいはい、まあ、だけど、まあ、抑えることができなかったという、うん、まあ、打ってもね、まあ繋がらなかったし、うん、まあちょっとこれで6連敗となりましたということで、はい、まあちょっと巨人は ね、 ね、いかんな、ちょっと今状態があんまり良くないですかね、まあ、あんまり良くないね、うん、なあ、はい、まあ先生はあのフランコのね、うん、まあタイムリー、まあフォークボールがちょっと浮いたところを逃さなかったんだけども、うん、まあフランコがこうやって当たってきてるとか、そうですよね、うん、まあ辰巳の状態いいし、うんうん、まあ小郷とかもねいいから、あと浅村が打ち出したら本当にね打線はつながるなっていうような感じがするよね、うん、うん、これ交流戦終わっても楽しみですよね。いやめちゃくちゃ楽しみだね、ね、うん、ピッチャーいない中だから、うん、まあ、そんなに豊富にいるわけじゃないし、はい、ただね今日は5回しか投げなかった藤井からやっぱ中継ぎをつないでいったんだけどもさ、はい、いやまあ中継ぎもいいね、うん、中継ぎがいいわ、なるほど、よく頑張るわ、うん、だから4人ぐらい繋いだのかな、そうですね、藤井投手から計5名の投手が、ね、そうだよね、うん、いや、はい、だからその中継ぎがね本当にあの頑張って点やらないんだ、うん、あだから非常にまあ、優勝に向けてモチベーションも高いなっていうようなね、はい、まあ、そんな感じがしました、はい、はい、ね、というような連戦ですかね、そうです、はい、で続いてソフトバンク対ヤクルト、うん、はい、ね、ソフトバンクは追っかけてます、うん、ね、ね、そのソフトバンクは有原、うん、大津、大関、はい、でヤクルトは吉村、山野、高橋、はい、1試合目は4対2ソフトバンク、はい、まあ、有原がやっぱ安定してんな、ね、もう毎度のなんかコメントになりますね、まあ、そうだね、有原投手、はい、7回108球5安打、うん、9三振2四球1デッドボール2失点というね、うん、でまあ、通算6勝3敗、はい、になりましたと、はい、まあ、この試合で、まあ、4対2なんだけど、うん、まあ、一気に4点を取るシーンなんかはさ、はい、まあ、7回、うん、ね、まあ、2点をリードされた、まあ、7回裏なんだけども、はい、まあ、今宮、栗原が、うん、連打、そうですね、まあ、今宮がセンター前で出たのかな、うん、で栗原がこれ引っ張って、うん、1、2塁になんだけど、はい、1、3塁を作るべく引っ張って1、2塁にするんだよ、うんうん、で山川がランナーを返しに行く、うん、センター前ヒット、はい、センターというのが一番やっぱこうランナーを刺しにくいんだよね、うん、そういうところに打っていく、はい、で近藤がまた1、2塁間を抜いていく、うん、ね、うん、でこれで4連打、はい、で柳町、うん、ここでしっかり送るという、ね、今まではこうね給料の高い人間たちがしっかり打ってつないで、はいはい、で柳町が送って、うん、で中村につなぐ、はい、で中村がまたセンターにタイムリーで4点という、うんうん、ねえ、なんかねすごくこう責任感を感じるバッティングをするな、各選手が、各選手が、うんうんうん、だからやっぱ勝つためにはこっちに打っていく、打点を取りたいんだったらこっちに打っていくんだよっていうのを、うん、しっかりきっちりできたというね、うん、思いがちゃんと形になったっていう感じですか。そうだね、うんうん、だからすごくこの打席での責任感、はい、それを感じたシーンだったね、この4点を取ったシーンは、うん、はい、まあ、ヤクルトの方は、まあ、4回、うん、オスナが満塁から2点タイムリーというね、はい、うん、で吉村も非常に良かったんだ、4点取られるまでは、はい、で7回に4安打を集中させてるけども、うん、まあ、6回トータル的には6回81球6安打、
3三振、うん、まあ、4失点なんだけどもね、はい、その4連打が出るまでは2安打に抑えてたから、そうですね、ちょっともったいなかったなっていうような気がするね、うん、ヤクルト先制もしてましたしね、はい、そうなんだ、リードしているゲームだったので、はいはいはい、で2試合目が、うん、9対3ヤクルト、はい、うん、まあ、打線がつながりましたこの試合はね、うん、で5回、村上がスリーラン、はい、でサンタナ・オスナがソロホームラン、うん、ね、うん、でこの村上サンタナ・オスナが3人ソロ踏みということで、はい、うん、ホームランを打って、うん、まあまあ、打線をつなげて9点取るんだけども、はい、まあ何ていうの、3回に、まあ、今日この日スタメンのキャッチャー鈴木、うん、の2点タイムリーもあるんだよね、はい、この鈴木っていうのがルーキーで非常にバッティングがいいのよ、はい、だからねちょっと注目しておいてほしいんだけども、はい、常葉菊川、そうですそうです、静岡県のね、あ、まあ名門だけどもさ、はい、そこを出ててね、うん、非常にいいキャッチャーだよ、まだ18歳です、ね、そうなんだよ、はい、いやそれで、うん、まあ、バッティングもしっかりしてるしさ、うん、まあ、結果も出してるタイムリーも打ってるということで、うん、ヤクルトが今そのキャッチャー不足でね、うんうん、キャッチャーの怪我が続いてて、まあ、チャンスをもらったんだけどしっかりものにしたというね、うん、だからちょっと注目しておいてほしいなという、はい、鈴木京選手、そうそう、かなうって言って京って言うんですか、かなうでね、ね、はい、で、はい、この日先発が山野、そう、今季初登板、山口県出身、そう、私の後輩、はい、ね、7回94球5安打3三振、うん、1四球1失点というね、いやー大役をさ、うん、非常に果たしたというね、うん、ね、なんていうのかな、彼は感性がいいね、うん、そのなんていうの、こう考えるというよりも勘で投げるタイプかなっていう感じがする、感覚的な、感覚的なもので、その感覚的なものがなんか鋭いなっていう感じはする、だからまあ制球も良かったしさ、うん、まあどちらかというとそのまっすぐでグイグイ押すタイプではないけども、うん、非常に変化球をコーナーに集めてね、うん、抑えていったっていうのは非常にヤクルトにとっては収穫だったなっていうゲームだったね、なるほど、はい、はい、今季初勝利ね、そう、うん、ね、おめでとう、ね、おめでとうございます、はい、ね、毎年一勝じゃダメだからね本当にとりあえず一勝しましたが、ね、で、はい、ソフトバンクの方は、うん、大山1年目、うん、はい、で1回21球3三振なんだよ、取ってるのが、はい、一番最後に、ね、そうそう投げたね、うん、村上、オスナ、竹岡、うん、村上、オスナ、見逃し、見逃しと、うん、で、竹岡、空振りということで非常に非凡なもんがあるという、うん、だから面白いな、面白いピッチャーが出てきたなっていうようなね、はい、まあ、そんな感じがするし、うん、まあ、これからも中継ぎで使っていけるかなっていうような感じがするよね、なるほど、はい、今年1年目ですね、はい、東日本国際大学卒業です、そうです、はい、はい、で3試合目が6対3、うん、ソフトバンク、はい、この試合はですね、うん、先発投手で明暗が分かれるというね、うん、なるほど、まあ、大関は5回84球4安打2失点、うん、まあ、一方高橋奎二、うん、で3回3分の1で95球投げてんだよ、ね、で被安打7四死球が7、はい、5失点というフォアボール6つとデッドボール1つっていう、そうなんだ、ね、で1、2回ともに満塁を作り、まあ、押し出しをしていくという、うん、まあこれじゃね、やっぱこうちょっとゲームにならないよ、ちょっと致命的な感じでしょうかね、だからもう立ち上がりから、まあ、3回で95球投げてるっていうことは、うん、もうね、まあ、エラーも絡んだりして不運な部分もあるんだけども、はい、もう少しやっぱ制球を良くしないと、うん、これはやっぱマウンドに立っちゃいけないようなピッチャーになってくるね、これは、うん、まあ特にその
守りのリズムから攻撃に移るっていう、うん、まあ、そういうことを聞いたことはあると思うんだけども、うん、守りのリズムから攻撃に移るなんかとんでもない話だもんね。これだけやっぱフォアボールを出されると、うんうん、だからもう少し頑張ってほしいなという。なるほど、まあ、大関はまあ3勝目ね、うん、防御率が 1.91、 まあ援護点がちょっと大関の場合はない場合もあるんだけども、うん、まあまあ頑張ってね、投げるとこうやって勝ちを拾えるという、うん、それとこの試合が終わって 2.08 になったんですかね。あ、 2.08 ね、はい、はい、それで、明日、うん、まあ、ヤクルト楽しみな話を言うと、はいはい、808日ぶりに一軍で、2022年3月29日の巨人戦以来の、一軍登板を奥川が投げるという。そうそう、ねね、だからまあ、非常に楽しみだなっていう感じはしますね。2年以上空いてますのでね。そうだね、うん、はい、だからまあヤクルトファンは楽しみだろうし、うん、ね、まあ、ソフトバンクの方はやっぱこう明日も優勝かかってるから、うん、負けれないというね、うん、まあ、試合が続いていくかなという感じがしました。はい、相手、うん、日本ハム対中日、はい、ね、上原、うん、伊藤、福島、はい、中日が高橋、小笠原、梅津、うんうん、で初戦、4対0、うん、まあ、4回カリステのホームランで先制、はい、中日が勝ちました ね、うん、はい、4対0、高橋宏斗、うん、7回108球3安打7三振、2四球1デッドボールの無失点という。で上原も良かったんだよ、はい、あのね、日本ハムの選手っていうの気持ちが出てきてんね、うん、うん、やっぱこうローテーション守るとかさ、やっぱ下に落ちたくないとかさ、うん、いろいろこう思いを持って投げてんなっていう、はい、まあ、打席にもそうだけども、うん、まあ、上原が7回96球4安打4三振1四球1失点という、はい、これは立派だよ、うん、うん、立派にゲームを作ってるよね。で、うん、日本ハムは7回裏、はい、清宮フォアボール、うん、まあ、清水が送り代打タミヤ、うん、ライト前ヒット、はい、うん、でもライトの岡林が見事な送球という、うん、で手にはならずというね、うん、で、まあ、この清宮の姿、うん、あの高橋宏斗と対戦してたんだけど、はい、対戦してたんだけど、うんうん、まあ、臭いところのファールで粘ったり だとかさしながら、高橋宏斗が出した2つのフォアボールっていうのは清宮が2つ取ってんだよね。うん、だから清宮もやっぱ変わってきてるよ。なるほど、うん、なんかね、うん、やっぱり一生懸命つなごうとかホームランというよりもチームに貢献しようとする姿がすごく見れた。うん、うん、なるほど、はい、はい、でこの試合は9回、うん、田中、はい、中日のね、うん、ツーランホームランを、ね、打ったりとかして、うん、まあ、都合4点を取り、まあ、中日が勝ったという試合だったけども、はい、なんか気迫という意味ではさ、やっぱ日本ハムの方が上回ってたかなっていうような感じがするんだよね。なるほど、はい、で2試合目、はい、7対0ね、うん、日本ハム、はい、まあ、伊藤と小笠原の投げ合いなんだけど、うん、小笠原は防御率が 1.74、うん、に対して援護点、うん、援護率 1.29、うん、しかもらえてないんだよ。少ないですね。それは負けるわな、うん、で初回、はい、日本ハムの攻撃、うん、ツーアウトから水谷マルティネスがヒット、はい、タミヤタイムリーで先制、うん、で続く万波がスリーランホームランで4点を先制、うん、初回ね、いきなり、はい、はい、で7回には元中日の郡司が、まあ、ダメを押してくるという、うん、はい、ね、伊藤が完封、うん、9回98球3安打7三無四球無失点、ね、うん、でマダックスというね、100球以内の、そう、はい、で100球以内、違う、100球は含まれないから、うん、ね、99球2桁投球 ね、うん、でこの試合で、まあ、98球投げるんだけども、はい、72球がストライク、う
うん、ボールが26球、うん、ほとんどストライクをどんどん投げ込んでいくというね、まあ、向かっていくピッチングができたのかなという感じがするよね、うん、まあしかしあの2アウトから、はい、水谷マルティネスがヒット、タミヤがタイムリー、なんかもう見事だね、うん、流れるように攻撃していく、うん、で続く万波がスリーランホームランと、ね、まあこうなってくるとやっぱ中日は辛いね、うん、あの打てないからね、うん、水谷選手すごいですね、水谷はすごいよねまあ打つまあ打つっていうかさ、うん、まあ、打って当然みたいなバッティングはしてるんだけどさ、はい、まあ今日です、うん、ね、今日9対4、はい、ね、あの日本ハムが勝ちました、はい、ね、この試合、うん、梅津と福島の投げ合いでね、あ、まあある程度の点は必要かなっていうふうに思ってたんだけども、はい、なんて言うんだろう、まあ初回に高橋、うん、周平が2年ぶりかな、はい、になるホームランをフォークボールを拾いながら、うん、押し込みながら運んだというライトにね、はい、で見事だったんだよ、うん、で先制するんだけども、はい、その裏清宮がライト前ヒット、うん、で水谷が右中間へツーベース、うん、もうこれで同点だもん、ね、でマルティネスがセンター前、うん、で逆転という、うん、ねえ、まあだけど、まあ、3回にはね、はい、ノーアウト1、2塁から、うん、まあ、カリステがセーフティーバント、うん、ノーアウトなんで板山がセンター前で2点取るんだよね、はい、で、まあ、再逆転をする、うん、ね、でカリステが5回にホームランで突き放す、うん、しかしね5回裏に万波に磯畑ってポンポンとすアウトを取り、はい、上川端をストレートのフォアボールで出すんで9番の水野につなぐんだよね、はい、で9番の水野っていうのはここ最近1割しか打ててない、でここまで回ったっていうのは日本ハムにはすごく有利に働くなと思ったの。それはなぜかというと、うん、6回は1番からだったから、うんうん、そしたら6回に郡司がヒット、うん、清宮フォアボール、水谷ね、レフトオーバーのスリーベースヒット、ね、この時にピッチャーが変わりますよね。そうそうそう、うんうん、でマルティネスがライトへ犠牲フライ、うん、もう一気に逆転するんだよ、うんうん、でまあチャンスがねなかったわけじゃない、はい、中日もその後、うん、ね、板山がワンアウト後、ツーアウト後、うん、スリーベースヒット、はい、でマーフィーに変わってんだよこの時ね、ピッチャーが、はいはい、で高橋周平がフォアボール、うん、細川がフォアボール、うん、でここでピッチャー河野に変えたんだよ、代打大島ということで。あ、そうですね、うん、はい、でそのままなんだよね大島が。でこの時に俺キャッチャーの加藤を出してほしかったのよ。で加藤って30打席20三振するぐらいのバッターで全くダメだったんだよ。これ中日ファンだったら笑うかもわかんないよ、代打加藤って言ったら、うん、でもここ直近では5割7分1厘打ってんだよ、ね、この間ね活躍して。そうそうそう、はい、でね、うん、ここの5試合は5割7分打ってるんだよ。すごい。だからもうここで加藤、代打加藤、もう人生で一番当たってる時だから多分だからそこで勝負を俺はしてほしかったなっていうね。こういう時に代打加藤選手っていうことがあんまりないかもしれない、まあ、ないかもしれないけども、うん、まあでもここでね使っとけば面白かったなっていうね。もうそのね一番その調子のいい、まあそうだね、代打ということですかね、はい、うん。でまあまあ今まで話してきた、まあ、清宮がつないで水谷が打って、うん、まあ、マルティネスが返すみたいな、うん、まあいろんな話をしてたけども、はい、ね、8回は磯畑がワンアウトからエラーで出るんだ。そしたら2投3投決めて、うん、上川畑がセンターフライ、はい、で1点取るという、ね、犠牲フライになってね、もうねやりたい放題なんだけどこの試合で勝ち投手になったのが中日からトレードできた山本ねえ、ねえ、まあ郡司、山本、うん、
マルティネス、うん、ね、みんな活躍をしたし、またその新庄監督が使いどころがいいね。ねえ、山本が言ってました、はい、ね、神様がいる巡り合わせがいいんだなって。ねえ、でもそれを、ね、うん、それを演出したのはやっぱ新庄監督だよ、うん、ねえ、でね、彼はね、うん、そうなってほしいという願いがあったと思うんだよ。でそれをやっぱ叶えられるだけの力があるね。すごい、いや俺はすごいと思った、これを見た時にね、本当に、うん、まあ水谷も5割以上打ってるからな、これなんかね、交流戦毎試合何かしてる気がしますね。本当だよねあと3連戦頑張って、なんかちょっと5割をキープしてほしいなっていうふうには思います。はいはい、まあ、今の打率は4割7厘シーズン通してはね、うん、交流戦だけだと、交流戦だけね、うん、だったら5割超えてんだよ。そうそうそうですよね。そう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 、すごいね、はい、すごい でもそのシーズン通して4割超えてるのも相当すごいですよね。いやすごいよ、それもすごい本当に、はいはいはい、という試合でした、うん、で続いてはオリックス対阪神、ね、オリックス、ソタニ、うん、エスピノーザ、田島、はい、で阪神の方は村上、大竹、西、勇輝と、うん、いうことで、初戦、はい、4対0、うん、オリックス、まあ、ソタニなんといっても、うん、6回12奪三振すごい4勝目、はい、まあ6回100球7安打12奪三振だからね、うん、まあすごいね。まあ5回頓宮のタイムリーで先制、うん、6回には西川、はい、ね、交流戦打ちまくりという、ね、はい、8回には太田西川のタイムリー、うん、まあ、都合4点というね、うん、まあ、阪神はこの試合で16個の奪三振を取られるという、うん、うち見逃しが7個、これね珍しいよ、見逃し7個取られるっていうのは、うん、ああで村上は完投負け、うん、まあ4失点というね、まあ8回投げて、うん、まあ、4失点取られて完投負け、うん、まあでも他のピッチャーを使わないあの村上も偉いなと思うよ。なんかね本当に、うんうん、ね、一人で頑張ったんだなと思うけども、ね、でもね、ソタニ、はい、これ見てたらね、うん、まあ、スライダーっていうかカーブっていうか、うん、もうとにかく高いところから本当に低いところに落ちてくるね、うん、で打者のより手前でこう曲がって落ちてるから、うん、それは俺は見逃すと思ったよ。なるほど、うん、そしたらいいところに落ちてて落ちてくるという、うんうん、ただその同じ失敗を例えば三重ちゃんなんかはしてるんだよね。なるほど、2打席連続見逃しの三振という、うん、やっぱ振りにかからないとね、うんうん、ことが始まらないという、うん、だからまあ打線もね、うんうん、これじゃちょっと困るなっていうねえ、7安打打って得点がなかったっていうのは、うん、なかなか、まあまあそうだね、うん、だからまあ見逃しだと何もね起こらないし、うん、やっぱせめて振らないとね、まあ、15個のうち7個、うん、まあ、約半分が見逃しだからね、ね、うん、まあ、ちょっとソタニにやられたなっていうの感じがするよね、うん、はいはい、で2戦目、4対0、うん、オリックス、はい、うん、まあ、4回オリックスね、うん、西川を警戒したら、はい、紅林がタイムリー、うん、宗タイムリーというね、うん、まあ、だん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 オリックスの打線が当たってきたという、うん、まあ、それと勝負強くもなってるかなっていうね、うん、だから紅林と宗のタイムリーで3点先制という、はい、で6回には西川ヒット、紅林の二塁打で、追加点、うん、ね、まあ、阪神は7回2アウト満塁、うん、まあ、佐藤三振、ね、エスピノーザから膝元の、うん、まあ、フォークボールだったと思うけどもね、まあ、まあ、ただ2アウトからしぶとく満塁を作っていくんだけどもさ、うん、まあ、ちょっとつながらないというね、うん、うん、まあ、内野安打、まあ、フォアボールとか、うん、あ、絡めながら満塁を作るんだけども、まあ、2アウトからまあ三振という、うん、で9回にも2アウトから2つのフォアボールを選び、はい、まあ、佐藤につないでいくんだけども1塁ゴロという、うん、でね、まあ、感じるのは、
まあちょっとチャンスで1本出ないって言うけども、やっぱこう仕掛けというかさ、うん、が遅すぎるのと、うん、まあ別に意識して遅くしてるわけじゃないけど、2アウトからのチャンスだとなかなか厳しいよね、うん、1枚で仕上げなきゃいかん、うん、これノーアウトからチャンスを広げていったっていうんだったらものにするかもわからないけども、うん、なかなかやっぱ2アウトからだと厳しいわ。うん、うんね、うん、でね、投げてるエスピノーザが、うん、京セラでは抜群に相性いいんだよね。うん、他のところでは 3. いくつの防御率なんだけども、はい、京セラに限っては 0. いくつなんだよね。うん、なんでしょうかね。まあやっぱ投げやすいんだろうね、まあ、温度の高さとか、まあそういうのも含めて、うん、で6回3分の2、はい、115球、うん、3安打6三振1四球無失点というね、うん、だから非常に京セラの相性がいいなっていうような、うん、まあ、感じを受けました。はい、はい、うん、で3戦目、はい、ね、この試合は5対0、うん、阪神が完封勝ちですね。ね、完封返しということで、本当完封、完封で、はい、はい、完封したのは西勇輝、はい、ね、もう見事だったね、うん、9回114球、無四球無失点という ね、 ね、やっぱり西らしいな、うん、コースを本当に丁寧につき、まあ落としたり曲げたりっていうもう自在な、まあ、打線も23イニングぶりの得点ということで、きっかけを作ったのが豊田博士、はい、まあ、最初は立ち上がりエラーするんだよね、取ったと思うのが、うん、またからポロンとこぼれてね、エラーになっちゃうんだけど、まあそこから試合はスタートするんだけどもさ、はい、だけどランナーを置いて、まあ、一塁間を抜いたりだとか、うん、ランナー一人一塁に置いて、レフトオーバーのツーベースを打つとか、うん、まあ、それがきっかけで点を点になっていくんだよね。まあ、原口の好走塁もあったけど、非常にこういうなんていうのかな、刺激を与えるような選手が出てくるとね、うん、まあ、打線もつながってくるだろうし、まあ、レギュラー陣が安心できないかなっていうような感じがするよね。なるほど。だから非常に初々しさもありながら、うん、よく頑張ったなっていうね、3年目のね、はい、東海大相模、ね、はい、国際武道大学、うん、日立製作所、はい、ドラフト6位ということで ね、 ね、まあ、入ってきたけども、森下と同じだね、うんうんうん、東海大相模でね、なるほど、だから、まあ、先輩後輩なんだろうね、うん、はいはい、でね、この試合でね、オリックス、うん、ね、1回裏の攻撃でノーアウト1、2塁、うん、外野にセンターに大きいフライが飛んだんだけど、タッチアップしないんだよね、セカンドランナーが、ー来た、はい、がタッチアップしないんだよ、うん、ショートライナーでダブルプレーと、うん、まあ、それでチャンスを潰したという、この初回がやっぱりねポイントだったと思うよ、オリックスの方は。なるほど。ここで点を取ったらだとかタッチアップできてればおそらく点にはなってたと思うんだけども、うん、これタッチアップしない走塁がちょっとどうなってんだって思うぐらいの走塁だったんだよね、うん、だからちょっともったいない試合を落としたなっていうような感じがしたよね。なるほど、うん、でもこれで西が乗っていけたっていうのはまああるね、うん、まあでも3連敗しなくてよかったよね、阪神は。そうですね、まあ、ただオリックスは優勝のチャンスがあったからね、うんうん、負けたくはなかっただろうけども、まあさあもう走塁で勝ったらちょっと失礼になるわはい、はいはい、で続いて、ロッテ対 DeNA、はい、ロッテが小島、うん、中森、西野、はい、で DeNA がジャクソン、ケイ、オルキ、うん、ね、で始まります、はい、でね、1試合目、うん、4対0、はい、DeNA、うん、まあ、これこの日はねジャクソンが抜群に良かったね。ね、素晴らしかったですね。いや、まあ風も味方したのかどうかわからないけども、うん、変化球も切れてたしさ、うん、まあ7回101球、うん、2安打8打数、まあ、2四球無失点という ね、 ね、まあ3勝目、はい、ね、で DeNA の攻撃は2回、うん、まあ、右打者伊藤大和がチャンスメイクするんだよね。はい、そしたら今度左側小島から
井上、渡来、梶原がタイムリーヒットで4点を先制するという、うん、でね、小島を見てると前回もあったんだけど9連打食らってるよね、うんうん、巨人戦で、はい、で今日もまあ4連打を食らったわけだけども、今日というかこの日、この日ね、うんうんうん、ちょっと左対策がなってないな。まあ DeNA の左バッター、若い左バッター、うん、井上、渡来、梶原っていうのが、うん、タイムリーを打つんだけども、要は小島ってロッテのエースって言われてるんだったら、うん、まあ、ここら辺は抑えていかないとね、うん、ちょっとね、やっぱりインサイドに投げきれないかなっていうような感じがするんだよね。狙っては投げるんだけど、はい、投げきれてはないかなっていうような感じがするんだよね。うん、だから外の甘い寄りのボールをこうタイムリーヒット打たれるというね、うん、まあ、そんな感じがするよね。だからここら辺はちょっと対策を練った方が、まあ、今後のためにもいいかなっていうふうに思った。はい、はい、でね、この試合ロッテは、うん、まあ、9人野球なんだよ。まあ、代打使うこともなく、うん、誰も何も使わなかったというね、うんうん、え、今日はなんか休みみたいないやいや、そう思わせるぐらいの感じがあったんだよね。いや、ほんとね、うん、あんまこうないですよね。あんまない、まあ、合ってなかったら代打出すとかさ、うん、だからミスした選手はちょっと変えていくとかさ、うん、まあ、いろいろあってもよかったなと思うんだけど、全くなかったから、ね、あれとか思ったのは確かなんだよね。まあ、ピッチャーはね、3名投げましたけれども、もちろんもちろん、はい、はい、で2試合目が13対3、はい、DeNA というね、うん、勝ちました、はい、まあ、ロッテがね、幸先よく初回、まあ、外のタイムリー、まあ、内野安打なんだけども、うん、その送球エラーもあり、まあ、2点を先制するんだよね、はい、で、まあ、7回投手交代、東でな流れがちょっと変わったかなというね。うん、で一矢満塁から筒香が逆転のタイムリーツーベース、はい、まあ、山本レフトへタイムリー、佐野2点タイムリーヒット、うん、その後ツーアウトから京田がタイムリーで、まあ、8対3になるんで一気に6点を取るんだよね、はい、7回か、うん、7回にね、うん、で東1回6安打6失点、まあ、やっぱなんていうの、中森がね非常によく頑張ってたんで、はい、ちょっともったいなかったなっていうような感じがするんだよね、うん、この試合も、うん、でまあ良かったのは K で先発の6回、ね、DeNA の、うん、DeNA のね、はい、6回100球7安打2三振2四球、うん、まあ、3失点という ね、 ね、で中森も良かった、中森5回3分の2、うん、102球、4安打、4三振、2四球、2失点という、うん、で中森はね、非常にボールがよく動くね、うん、なんかこうまっすぐに見えるんだけど、ちょっとずつなんか バッターたちは詰まってんだよ、だからちょっと動いてんだろうなとか、まあ、いろいろ感じさせてくれるようなピッチャーで、うん、まあ、今後ね、先発で投げていくと非常に面白いピッチャーになってくるなっていうには感じました。はい、はい、で3試合目、はい、ね、3対1、DeNA、まあ、この試合は渡来が帰ってきて、うん、まあ、4連勝、ね、渡来が絶好調なんだよね、戻ってきてからね、はい、で3試合連続のタイムリー、うん、まあ、交流戦13打数6安打、うん、まあ、4打点という、まあ結構打ちまくってるという、うん、うん、感じなんだよね、はい、まあ、今日でも、まあ、梶原が出て盗塁決めて、今日は2番に入った、梶原1番、うん、2番渡来の打順だったんだけども、はい、梶原が盗塁をして、うん、すかさず渡来が、ね、まあ、返すという、うん、まあ今まで DeNA の攻撃にはあんまりなかったような攻撃パターンで、うん、まあ、点を取るんだよね、うん、でもその前に先制したのは筒香の、まあ、ホームランであったり、うん、ダメ押しっていうか、まあ、3点目は牧のね、うん、ホームランだったりだとか、ね、まあ、主力はしっかりした仕事をしてるんだけども、なんていうのかな、まあ、この梶原が走って渡来が返すというね、うん、まあ、今までにないような攻撃パターンもできたんで、うん、まあ、非常に良かったなというね、まあ、感じがするよね、うん、でロッテはちょっと状態悪いな、うん、
1番に佐藤入れてるんだよね。うん、うん、でまあ岡が1番で牽引してた時っていうのはロッテはすごく絶好調だったんだけども、はい、岡が4番打ったりとかもしたりだとか調子が悪くなってきてね、うん、ロッテが、うん、まあそうなってくるとちょっとおかしくなってきてんだよね。うん、であと1本が出ないんだよね、ロッテの方が、うんうん、で4連敗になっちゃったんだけども、うん、まああの9回追い上げるシーンがあったんだけどもね、うん、まあ代打岡が、うんね、ライトオーバーを打って一打同点、ね、もしくは逆転になるんじゃないかなっていうチャンスを作ったんだけども、はい、まあ1番に入ってた佐藤俊也が三振、うん、まあ2番に入ったポランコ、まあ、セカンドゴロでゲームセットになるんだけどもさ、どうなんやろねこれ。何や、やっぱ岡1番の方が相手は嫌だと思うんだけどもね、打順的に。あまあね、岡選手ってすごいね、こう交流戦前でもすごいインパクトのある活躍を ね、うん、まあ、ねしてるので、まあ今日でもあの代打出てきてね、ツーベース打って、うんね、あのワンアウト2、3塁を作ってくれたんだけどもさ、そうですね、ランナー1塁からね、うん、まあだから広見ないとかみたいなことは思ったけども、一瞬ね、一瞬ね、まあダメだったな。ロッテはね、うん、あの4連敗という ね、 ね、まあ DeNA の方は逆に4連勝かな、うん、あまあ調子がちょっとずつ上がってきたな。はい、はい、ということで、はい、まあ、最後の試合、うん、西武対広島、はいね、うん、西武は今井、隅田、某高橋、はい、広島は床田、森下、栗、うん、ね、いいピッチャー長いね、ね、はい、1試合目2対1広島、まあこの試合はね、まあ、皆さん知ってるように源田のファーストへのヘッドスライディングでゲームが終了するんだけど、そうでした、ね、まあ立ち上がれずに、ねね、呆然と立ち尽くす、ひざまずくか、ね、ね、ベンチでも本当に悔しそうな表情でしたよね。そうだね、うん、まあ、それで、まあ、今井が投げた今井が近寄ろうとしたその目には涙があったというね、うん、まあ、8連敗と、まあ、この試合は2回、はい、まあ、菊池が先制ソロホームラン、うん、まあ、7回には矢野がノーアウト2塁打、うん、ノーアウトからね、うんうん、でワンアウト3塁になって代打松山が犠牲フライで2点目を取るという、うん、で、うん、なんて言うんだろうな、まあ、この試合、まあ、2点を取って床田がね、うん、この2点を守っていくという、うん、まあ、8回108球4安打、まあ、3三振、まあ、2四球1失点というね、うん、まあ、佐藤龍生に、まあ、8回にホームランを打たれるわけだけども、はい、まあ、だけどなんか打たれてもなんか負ける気は全くなかったね、うん、追い上げられてるっていうような感じはなかったんだよね、うん、で今井7回114球7安打、7三振、うん、3四球の2失点というね、はい、まあ勝ち投手になってもおかしくないぐらいの投球は見せてくれてるけどもさ、うん、やっぱ援護点がないね、うん、うん、でこの試合で矢野がやっぱ躍動感あるわ、広島のね、あ、はい、こういう選手が欲しいね西武に。あ、そういうことね。いや、やっぱり二刀さんといって、うん、その時は点にはならなかったけども、はい、うん、だけどツーベース打って、うん、ね、送られて犠牲フライで帰ってくるとか、うん、あと守備でも再三だけどもセンターに抜けそうなのを取りながらジャンピングスローとか、ね、ランニングスローだとか言ってファーストを刺していくっていうね、うん、ランナーを刺していく、こういった躍動感のある選手がね、まあ、西武は欲しいなと思ったね。なるほど、うん、うん、でこの試合でねデビューしたのが、はい、まあ、デビューっていうかプロ入り初安打を打ったのが、うん、まあ、佐藤、うん、ね、あの静岡大から入った、今井のスライダーをライト前チェーンって打ったけども、この選手はいい選手になってくるよね、広島の佐藤圭介選手ね、そうそう、だからまあちょっと注目しといてほしいなっていうね、はい、まあ、ヤクルトの時にも鈴木っていうねキャッチャーのことを言ったけども、うんうん、まあソフトバンクのピッチャーも言ったけども、うん、本当に注目しといてほしいなっていうふうに思うよね、はい、はい、でまあ、この涙がね、うん、次へつながるかという、ね、
ね、うん、第2試合、はい、5対0西武、ねね、つながりましたね。まあ、なんといってもね、勝ったっていうのが大きいよ。いや本当に、はい、うん、で5回で西武の攻撃、うん、打者一巡、ねね、フォアボールを挟んで5連打で5点を一気に取るんだよね、うん、でこのその中でおかわり君、うん、ね、ちょっと詰まったあたりで、ね、全力で一塁へ駆け込んだ、うん、ね、もう本当にね、痛々しいというかさ、まあ素敵な姿には見えてるんだけども、必死な姿、いやもうそれができるんだったら、おかわり君じゃないよ、おかわり君じゃなくて若手だよ、うん、それができるんだったらいつもやろうよって、うん、ね、打者一巡やったらできるじゃんって、うんうん、相手森下だよって、うんうん、ね、だからやってくださいよって、うん、で隅田も、まあ、ヒーローインタビューで言ってたね、はい、昨日の源田さんや今井さんの涙を見て、うん、ね、やっぱりやらなきゃ、もっとやらなきゃいけないっていうのを感じましたと、うん、ね、やってくれましたよ隅田、ねね、9回99球、はい、4安打、うん、4三振、2四球無失点、完封です。本当、ね、マダックス、ね、素晴らしい。これね、同じ日に2人、ね、そうだね、うんうん、打たれたバッターは秋山2本、あとは打線を寸断したというね、うん、まあ、見事な投球で、まあ、勝ちました、ね、ね、これを続けてほしい、今日も、うん、で、某高橋、はい、栗、5対0、うん、広島、あら、ね、うん、まあ確かに栗も良かったわね、え、で、うん、昨日の負けを完封返ししたんだけどもさ、うん、まあ、9回130球、うん、被安打2、すごい、2四球、うん、無失点という、ね、ねえ、まあ、昨年の8月以降の完封劇というね、まあ大量援護もあったんだよね。この日はあのクリーンアップが、うん、小園、末金、ね、松山ともに2本ずつ打って、うんうん、まあ、クリを援護していったと。あの前、ちょっと前はね、クリの援護なかったんだけども、はい、まあ、ちょっと一勝してからちょっと流れが変わってきたなっていうような、うん、まあ、感じがしたよね、うん、ただね、先制したのが2点先制する場面があったんだけど、4回ですね。あ、4回、うん、ノーアウト満塁から、はい、2アウト満塁になったんだよ、点を取れずに。そしたらね、矢野がね、うん、コンパクトにセンターに打ち返したんだよ ね、 ね、それで2点先制できたんだよ、うん、ここでね、点が取れてなかったとしたら、やっぱね、ちょっと栗が崩れてる可能性もある。なるほど、うん、だから矢野っていうのはやっぱポイントになってきたような選手になってきたね、うん、ただ西武は昨日の勝ちは何だったんだっていう、ほっとしたんですかね。まあ2安打しか打ててないというね。ねえ、うん、だからもうね、これ技術がないのか何なのか、気持ちが続かないのか、まあ、まあ、相手のピッチャーにもよりますか。まあ確かにね、まあ、それはあるにせよ、あるにせよだよね、うん、栗は打たして取るピッチャーだから、うん、点は取れなくてももうちょっとヒットが出てもいいと思うんだけど、うん、なるほど。まあ、栗も状態は悪くなかったよね、うん、でも130球投げてるから、うんね、状態的にはまあまあだったと思うんだよね、うんうん、だけど、まあ、まあ最後のカードになるけども、ね、明日からね、うん、まあ、ちょっと気分変えてね、またちょっとやってほしいと思います。はい、はい、ということで、うん、勝敗表ね、はい、こうなりました。はい、依然パ・リーグがリードしていますが、はい、うん、残り1カードね、はい、残りね、うん、最後はまたパ・リーグのホームなので、はい、DH 制ということで、ね、はいはい、日本ハムは巨人と、はい、楽天広島、うん、はい、西武は DeNA ですね、そうだね、ロッテ中日、オリックスヤクルト、ソフトバンク阪神ということになります、はいはい、セ・リーグのこのね、猫ちゃんが表情変わらないよね、ずっとね、ちょっと困ったちゃんになってるんで、ね、そうなの、あのその表情は上の勝ちのね、まあ、数で変えようと思ってたら、そうそうでしょう、最初から最後まで今のところ同じ顔になっちゃってるので、これが変わったら大変なことになるけどなこれでも7勝あるわけでしょ、差っていうのは結構ね厳しいよな、もうな、うん、
だけど最初にあった2つの引き分け以降はね、うん、引き分けがないから、まあ それもすごいですね。まあそうだな、うん、まあまあでも交流戦もね、うん、あと3試合で終わるんで、うんね、悔いがないようにもう楽天がもう本当に目の前に優勝が来てるということだし、ねね、それを止めれるかソフトバンクという ね, ねことだね。まあでも今井監督なかなかやるなと思うよね、うん、はい、なんかもう最近も笑顔をたくさん見てますね。まあそうだね、今井監督のね、はい、はい、まあ交流戦終わったら、うん、ちょっとねレギュラーシーズンに入るのに時間があるんで3日間ぐらいあるのかな、あるんですけど、うん、あるんですけど6月の18日にまあ1試合だけあるよ。これは阪神と日本ハムの1試合があるんですよね。その後に、はい、2日空くんですよ、うん、そうだ、ね、で2日空いたらまた戻るという、うん、そうそう、だからちょっと休めるからね、はい、あと 1カード、ねね、全力で頑張ってください。阪神日本ハムはねちょっと少しタイトですけどね、まあまあそうだね、他のチームに比べるとね、はい、はい、まあ最後のねカード頑張ってくださいよ。はい、はい。